小田原西木通り商店街は、神奈川県小田原市栄町にある商店街である。小田原駅や小田原城にほど近い小田原市の中心市街地に位置する。正式名称は、小田原近通り商店街共同組合であるが、通称は、西木通りもしくは、西木通り商店街と呼ばれている。百六十四年四月に共同事業を行うために設立された法人格を持った。 商店街である。営業する商店及び施設は、金融機関、飲食店、喫茶店、生活店、理髪店など多岐にわたる。商店街入り口には、ショースペース、工場ポケットパークがあり去る回しなどの催し物が行わるほか、陶器には、イルミネーションも行っている。有名な店舗としては、おそばのことぶき庵がある。このほか商店街の中で、 全国チェーン展開している店は、ローソン、ケンジ美容室、ワタミ、ワタミンチ、ドトールコーヒー、メガネスーパー、リトルマーメイド、日高屋、シャノアールなどがある。2014年4月20日には、組合設立50周年を記念して、商店街のマスコットキャラクター、ニッキーのデビューイベントが行われた。ニッキーはこの日、小田原市民として、特別住民票が、 市長から交付された。誕生日である4月21日は、西木通り、ニッキーの日として、一般社団法人、日本記念日協会から記念日として登録された。小田原駅小田原城観光商業施設。ありがとうございます。